皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。早田を抱きしめた親友便、行動が社会現象を呼ぶ。パリ五輪は11日の閉会式で17日間の熱戦に幕を閉じた。大会期間中には見る者の胸を打つ感動のシーンや、あっと驚くようなアクシデントなど、様々な場面があった。そんな出来事を改めて振り返る。今回は卓球早田ひな。 腕の負傷がありながら女子シングルス銅メダル、女子団体銀メダルと躍進した日本のエースだったが、シングルス3位決定戦の試合後には相手の韓国選手との間で心温まるスポーツマンシップがあった。早田がゲームカウント4月2日、9から11、13から11、12引く点、11の7、10の12、11の7で韓国の新郵便を撃破。 日本シングルス史上3人目の銅メダルを決めた直後だった。最後のポイントを取ると、嬉しい銅メダルに早田はその場にしゃがみ込んで涙。激闘を繰り広げた相手の親友便は、早田の肩に歩み寄るとハグで祝福。笑顔で言葉を交わし、爽やかなスポーツマンシップを見せていた。 ネット上では、負けた直後なのに早田に笑顔で抱き合ってたところに涙いいスポーツマンシップだな。笑顔でひなちゃんのこと称えてるの泣けた、新郵便も最後、祝福する姿勢が素晴らしい、メダル逃した試合で笑顔で握手できる新郵便よい、などと、新郵便の振る舞いにも称賛が集まり、両者の激闘に感動の嵐に。では、新郵便はなぜこの行動をとったのか。 その理由を韓国メディアが伝えている。韓国紙、イルガンスポーツによると、早田を長い間、見てきた。本当に一生懸命頑張って、真剣に試合をした、そんな部分を認めてあげたかった。私ももっと心が強い選手になりたいという一心で抱きしめて、祝福の挨拶をしましたと話したという。さらにこの大会を振り返り、私に勝った選手は、 私より長い間、黙々と努力した選手たち、年そのような点は認めて学ばなければならない。私もより長い期間、黙々と練習しなければならないと謙虚なコメントを残した。卓球界で他国の選手からもリスペクトされる早田。女子団体の表彰式では中国の選手の髪についていていたゴミをさりげなく取ってあげたことも話題に。2つのメダルを獲得したが、 その実力はもちろん人柄でもファンを魅了する大会となった。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。